来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで最高のご飯を用意したよ。この天丼、こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。お値段的に見送ってたけど、今日は特別、しかも上天丼だ。うん、早速食べよ。おお、おお、食欲をそそられるね。何も見えないけど。奮発してよかった。やっぱり高いものはうまいよ。この幸福感にずっと浸っていたいね。さて、食事も済んだし本題に入ろっか。まずは報告から。論文完成したよ。前にも言ったけど、君のおかげだよ。本当に君との経験や君の言葉がなかったら、この論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と怪盗としての君にもね。隠さなくていいよ。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？実は怪盗団による怪心行為は認知科学に通じるものがあってさ、世間一般に認知されている現実とは別に存在する対象者個人の現実に侵入して、その世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法。それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月、ちょうどこの学校の校長に呼ばれカウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。坂本君と高牧さんも一緒だったかな。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど、ありがとう。そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。実はね、僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あってその研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま自分の仮説の正しさを立証する方法を追い求め続けてた。そんな中でちょうど出会ったのが君たち心の怪盗団だったってわけさ。
心が躍ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕を軽蔑するかい？取引か。そう言ってくれるとありがたいよ。ちなみに僕としてもこのことは誰にも言うつもりはないから。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わないけど、君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが分かった。今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を見失わない。そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。今生の別れってわけじゃないけど、今まで本当にありがとう。我は汝、汝は我。次ま。よし。よし。僕は僕の信じた道を行く。いつかはこの道の先で君の助けになれる時が来るといいな。たとえ望まれてないおせっかいだとしてもね。おっと、時間切れみたいだ。またどこかで会えるよね。だね。あのさ、いや、お互い頑張ろう。またね。